1896年の虹にのぶゴロドにおける全ロシア産業工芸博覧会で設置された世界初の総局面合紙構造であるウラジーミル州ホフ設計による37メートルの給水塔ポリビノに移設され現存する全ロシア産業工芸博覧会の給水塔2009年撮影総局面構造は総局面で構成された建築構造物である しばしばタワー状の高さのある構造物となり、双極面上の構造の強靭さが高い位置で相当の重量を支える助けとなるが、建設を経済的に行えるという利点だけでなく、装飾的な意図から採用されることも多い。最初に双極面構造を建築物に用いたのは、ロシアの技術者、ウラジーミル・シューホフであった。シューホフが設計した、 世界最初の双局面構造タワーは、全ロシア産業工芸博覧会の会場に設置された後、ロシア連邦リペツク州ポリビノに移設されて、現存している。面上の任意の点を含む直線が2本ある二重線式面は、直線上の梁を格子状に組むことでこれを構築することが可能である。こうして構築される構造には次の2種類があり、講義には、 後者も双曲面構造に含む。双曲面構造においては、ガウス曲率が負となり、曲線は立体の内側に曲がるか、直線となる。二重線式面であるため、直線上の針を格子上に組むことでこれを構築することが可能であり、建築は容易であり、他の条件が同じであれば、曲線上の針で構築される、線式面ではない曲面に比べ、強靭になる。 双極面構造は通常のまっすぐな建物に比べ外部からの負荷に対して安定性に優れているがその形状から使用されない空間が多くなり空間効率が悪いため特定の目的に特化した建築物で用いられることが多い大きな重量を支える必要がある給水塔や冷却塔美的な建築物にも用いられるがその横断面は 双曲面構造を取り込んだ橋梁に見出されることがはるかに多い。冷却塔は双曲面構造を取ることが多い。タワーの底部が広い構造は沸騰して流れ込む水蒸気がより広い表面に接するようになっている。水が沸騰し蒸気が上昇すると塔が途中ですぼむことによって槽流が加速され塔の上部で再び広がったところにおいて 温められた空気と大気が混じり合う乱流が生じやすくなる。1896年の全ロシア産業工芸博覧会のロシアパビリオンの設計図。総局面合子構造により、ーホフが設計したアジゴル灯台、ウクライナ、ヘルソン近郊、1911年建設。シューホフは、1880年代から建設に使用する材料、時間、 労働を最小量にする屋根の設計に取り組んでいた。シューホフの計算はおそらくは数学者パフヌティチェビシェフによる大数方程式の近似解放の業績に由来するものであろう。効率的な屋根の構造を数学的に追求したシューホフがたどり着いたのは構造的にも空間的にも革新的な新しいシステムの草案であった。数学者 ニコライ・ロバチェフスキーは、シェアホフが編み出した構造を数学的理解を踏まえて、双曲線と名付け、シューホフは、新たな構造を、建設システムにつながる一連の方程式を派生させ、回転双曲面、放物面の数学的裏付けとして知られるようになった。百九十六年のニジニノブゴロドで、開催された全ロシア産業工芸博覧会の展示パビリオンに用いられた。 鋼鉄製の格子シェルが、シューホフの新システムとして、初めて公開された事例であった。この、虹にノブゴロドの博覧会では、楕円形のものと円形のもの、合わせて二棟のパビリオンが建設された。この二棟の屋根は二重線式面の格子シェルになっており、直線上の山形港と平港の格子だけで構成されていた。シューホフ自身は、レースの塔すなわち、 甲子島を意味するとこうした構造物を呼んでいた。1895年にシューホフが出願した特許は1899年に承認された。シューホフは次にこの効率的で容易に建設できる甲子シェルのシステムを重量物を最上部に乗せるタワーへの応用、すなわち給水島の課題に注力した。その回答のヒントは編み上げられた籠の上に 重量物を乗せた時の動きを観察しているうちに見つかった。ここでも二重線式面をなす直線上の山形港と平港が織りなす比較的軽量な構造が採用された。その後20年間にわたって周ホフはこの種の鉄塔を200近く建設したが、その中には全く同じものはなく、そのほとんどは12メートルから68メートルの高さがあった。 モスクワにあるシューホフタワーの格子シェル。シューホフは、遅くとも1911年には、総局面の構造複数を積み上げて、塔を構成するという構想に取り組み始めていた。積み上げる段の数を増やせば、底部と頭頂部において、形状を決する二つの円管の中間のくびれが、目立たない形で、塔の頭頂部により大きな重量を乗せられる。段数を増やしていくことで、 全体の形は、頭頂部がより小さい、ほとんど円錐に近い形になっていった。1918年、シューホフは、モスクワのラジオ送信塔を、球団の総局面構造を積み上げて建設する構想を展開させた。シューホフは、エッフェル塔の4分の1より少ない構材で、高さは、エッフェル塔を50メートルしのぐ、高さ350メートルの塔を設計した。 周保府の設計に必要とされた総局面構造の分析計算や部材の大きさなどの計算などは1919年2月までにすべて完了した。しかし、この350メートルの塔の建設に必要とされた2200トンの鉱材は調達が不可能だった。1919年7月、レーニンは塔の高さを150メートルに抑えるよう指示を出し、 それに必要な鉱材は陸軍の軍需物資から回されることになった。この小さい規模での塔の建設は6段の双曲面構造を積み上げる形で数ヶ月のうちに着工され1922年3月に修歩歩塔として完成した。双曲面構造を取る神戸ポートタワーアントニガウディは1880年から1895年にかけて修歩塔 ほぼ同時期に、しかし全く別個に、双曲面構造の実験を重ねていた。ガウディは、放物面や、回転双曲面を、サグラダ・ファミリアの1910年の設計に盛り込んだ。サグラダ・ファミリアには、イエス・キリスト・高ータンを表現した東ファサードの各所に、ガウディが意図した、戦式面の設計と必ずしも一致はしていないが、双曲面が現れている部分がある。特に、 ペリカンの場面には人物が持つカゴの形状なども含め多数の事例が見出される。糸杉を端につなぐ支えは双極面構造をとっている。司教のミトラに見立てられる戦闘の頭頂部の飾りは双極面構造になっている。同じくガウディの作品であるクエルテイでは正面ファサードに沿って建物内に一組の支柱が立っているが、その中頭部は双極面になっている。 有名な放物面上のボールトの長部の挟ま頭も双極面である。コロニア・グエル教会のボールトの一つも双極面である。グエル公園には双極面のユニークな柱が一本ある。有名なスペインの技術者、建築家であったエドアルド・トロハは、モロッコのモハメディアの給水塔をシェル構造で、また、マドリードの競馬場サルスエラの観客席の屋根を、 回転双局面によって設計した。また、ルコルビュジエやフェリックス・キャンデラも双局面構造を用いた。双局面構造の冷却塔は、1918年にフレデリック・ファン・イテルソンとヘラード・クイパースによって特許が取得されている。アメリカ合衆国ジョージア州アトランタのジョージアドームは、双局面、テンセグリティ構造によって建設された最初のドームである。 ありがとうございます。